切な人といつかまた巡り会えますように。俺は知っている。藤宮さんが本当は誰よりも友達が欲しいと思っていることを。だから、改札の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってく、その季節が悲しい歌で溢れないように。最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる僕は探してた。もっと大切なことがある。それはこれからも思い出を作り続けることだ。君が大人になってくその時間が降り積もる間に、そっか、僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時も結末なんて。